今日のもののリメイクはシニアブラースを毛の方をね切り離しをいたしまして、印と印を合わせ縫い合わせしましたので、それを説明して自分が試着してみたいと思います。それでは縫い合わせたところをちょっと説明したいと思います。フラワーはこの前のところにね、ここに一応マチね、上3センチの下が10センチのマチをここに入れました。それでこのマチの中心に20センチのね、こんな風にね色ついてると分かると思うんですけど、この黒いのがファスナーなんですけど、20センチのファスナーをつけました。ここね。そしてこの脇ね、脇肩の線はちょっとね多いんですけども、ダーツをね3本、1,2,3 本つけたんですね。右と左とね、こちらはし付けしてありますので分かりますけど、こんな風にね。あと後ろの方はこれが後ろですね。後ろの方も真ん中にマチを入れてあります。これも上の方が3センチで下の方が10センチのマチですね。そして今回はこの後ろのね、この中心、前の方はあのファスナー入ってるんですけども、後ろの方はこの中心のところにね、ここ 1.5 で長さが10センチのねダーツを1本入れてみました。中心のところにこれね。そしてあと肩のダーツは前と同じくね3本ずつ入れてみたんですけども、こんな感じでね。だからあの仕上がってみたらね、なんとなくこう全体的にふっくら感があってね、あの体の線が程よくカバーできてるっていうか、そんなことでこうあの背中の部分がねあんまり強調されないので、とってもこうカバーになるんではないかなと思います。それから襟なんですけどね、襟はこんな風になってるんですけども、一応ねこんな風な襟を作ってみたんですね。こんな風な襟でちょっと立つような感じの襟なんですけど、こんな風な感じで、これはまだつけてませんので、あの一応イメージだけね、こんな感じで襟をつけます。それから袖ですね。袖は一応ね仮につけてみました。こんな風にね、これも本当にこの直線縫いですので、印と印を合わせればねぴったり合うわけです。袖こんな感じでね。そして袖口のところはここちょっと広いんですけど、自分で着てみるとね、やはりちょっと短いもんですから、ここにねこういった半幅ものでね、幅が15センチ、そしてこれは半幅そのままね、これをねここの袖口に足したいと思います。ちょっと幅が足りないんですけども、これ広い方はねちょっとタックとしてちょっと取って、あとはここに馴染むようにしてつけたいと思います。これはね仕上がりはこんな風にこのままではなくて、この半分なんですね。半分のものがこんな感じですくような感じです。こんな感じでね。それからこの裾の方なんですけども、裾の方も一応ねずっと見ると150ぐらいあるんで、150ぐらいありますので、ちょっと広めに思いまして、この中心からね20センチぐらいのところにね4センチのタックを取ってね、1箇所2箇所あと後ろの方ね、やっぱり同じ場所にこことここね4箇所にタックを取って、そして別の布をつけてみました。あとこれは仕上げはちょっとね、仕上がった時点でどうするかは決めたいと思って、今の状態はこんな丈の長さになります。だからちょっとね表の方から見てもらうと、はい、表の方から見るとこんな感じですね。丈はだいたいこのぐらいですね。だいたい10センチぐらい下に布を足しましたね。
あとね、ここにダーツを入ってるものですから、意外とこの辺までもね、こうあんまり体の線が出なくて程よくカバーできる感じで、よかったかなと思ってます。あと後ろですね、後ろもここにダーツがね1個入ることによって、なんとなくここがこうふっくらしてる感じ。年とともに体の線をあまり出さないでね、やっぱりうまくカバーしておしゃれをすることも大切かなと思います。こんなことで、実際私自分で着てみたいと思います。実際に着てみました。前に作ったねゆったりズボンと同じ生地なので、実際にズボンの方も履いてみましたので、こんな感じですね。前の方がこんな感じで、あと後ろがどんな感じ、おかしくね、この袖の方ですね、このぐらいですので、これをね、ちょっとサイズはどうかわからない、こんな感じでつけたいと思います。今日は以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。